マスオ TV です。はい、皆さん今日はですね、簡単レシピをやっていきたいと思います。今回はですね、いつもと違います。というのもですね、今日は僕がね、調理実際にねしていきます。でね、皆さんはね、何を作っているのかね、予想して当てていただきたいなと、はい、思いまして、まあね、作ってる工程であれじゃないかなとかね、思うと思うんですが、何を作ってるのか秘密で今回はね、やっていきたいと思います。ではね、実際に調理していきたいと思うんですが、まずはね、材料から見ていただきましょう。じゃじゃーん。ではですね、実際に材料を見ていきましょう。でね、今回ね、材料なんですけど、こちらの冷蔵庫の中に入っております。これ、かっこよくないですか？実はね、この冷蔵庫、東芝の最新型の冷蔵庫でですね、もうね、今僕もね、普段使ってる冷蔵庫、ね、東芝なんですけど、すごい進化してますよ、最新の冷蔵庫って。はい、ではね、ちょっとそれも見ていきたいと思います。まずね、この開けるところからもう違うんですよ。まあ、普通ね、冷蔵庫ってこう開けるじゃないですか。まあ、もちろんね、こういう風にも開けれるんですけど、ここですね、ポチッと押しますと、ほら、このように開くんですよ。ほら、すごくない？でね、この機能どういう風に便利なのかと言いますと、やっぱりね、料理してる時って手空いてないこと多いじゃないですか。で、そういう時にでも冷蔵庫開けたい、ポチッと、こうすればね、冷蔵庫を開いて必要なものが取り出せるっていうね、そういう風にね、便利なね、機能があるんです。そしてですね、今日使う食材がね、このように少しずつありますね。まあここら辺はおまけ程度で使うものなんですけど、あと牛乳とか、一体何に使うんだっていうところなんですよ。でね、このね、即戦チルドっていうね、ところ、じゃーん、こういうようなところ、すごいここも冷たいんですけど、ここはね、何に使うのかと言いますと、すぐ冷やしたいお肉や魚を冷やすことができたりとか、あとね、冷凍物をね、すぐ解凍したいときに、ここをね、利用できるんですね。で、そのモードなんですけど、またね、タッチパネルでね、このように選べます。で、ここを押すと、ほら、いろんなモードが出てきますね。で、さっきの部屋のモードをチェンジするには、この冷却モードっていうところを押すと、じゃん、即戦チルド、解凍ってね、このようにね、選ぶことができます。で、さらにね、いろいろモードありますね。一気冷凍、野菜冷凍などなどね、あるんですが、これはね、違う部屋の話です。じゃあちょっとね、次の部屋を見ていきましょう。ここは何かな、果たして今日作るものは何かな、 GO! 野菜室です。で、このね、野菜室なんですけど、野菜をね、そのままね、入れても新鮮な状態で保てるっていうね、そういうね、部屋になってます。で、それなぜかというと、ここのね、野菜室の湿度をね、調節してて、野菜が傷まないね、そういう湿度になってるんですね。で、次はこちらです。で、この部屋なんですけど、例えばね、ご飯を炊きました。で、それを冷凍したいっていう時に、ここでね、一気に冷凍することができます。さらにね、野菜冷凍っていうモードもあって、新鮮な野菜をね、その状態で冷凍、そして後日使うことができるっていうね、そういう風ないろんなモード、冷凍のモードがある、そういうね、部屋になってます。で、この下にタレーン、冷凍室です。これね、結構ね、深いんですよ。それなんで、結構背丈のある冷凍物もそのまま立てて並べることができるっていうね、便利ですね。ということで、ご紹介しながらですね、中身を今お見せしていったんですが、何を作るか分かりますでしょうか？ではね、これから実際に調理に取り掛かりたいと思います。では早速調理していきましょう。今回ね、本当に簡単です。まず牛乳 100cc を鍋の中に入れます。じゃあ生クリームを 100cc 入れます。白味噌を大さじ2杯、オリーブオイル大さじ2杯、アンチョビペースト小さじ2杯入れます。で、そしてね、こちらマヨネーズを 100g。 まだね、これ分かんないかもしれないですね、何作るかね、結構分かりづらいかもしれない。はい、そして最後にすりおろしにんにく1かけらを入れていきましょう。で、これをね、しっかりと混ぜて焦げないようにね、煮詰めていきましょう。ではね、煮詰めてる間にこちら野菜を切っていきましょう。これパプリカなんですけど、まあいろんな野菜使います。まあこれでね、
何をね作るのか皆さん分かってきた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。こんな感じで切っていきましょう。まあね、切り方はね多分お好みだと思うんですけど、どうやって切るのが一番いいんだろう。彩りがいいですね、パプリカ使うとね。次はねこちらの人参も切っていきましょう。どんな感じに切ればうまい具合に切れるかな。長さこんぐらいかな。よし、あ、綺麗に切れてる。いい感じじゃないこれ。で次大根です。まず皮をこういう風にね取りましょう。薄くスライスするような感じで切っていきます。こんぐらいの厚みでいいのかな。でさらにねお好みの野菜などをお皿に盛り付けていきます。皆さん何作ったか分かりましたでしょうか。今回できたのはこちらになります。バーニャカウダです。これ作ってたのはねソースで、とってもね美味しそう。香りがねめちゃくちゃいいです。うん、であとはね彩りの野菜です。まあ好きなものを乗せていただいたらいいと思うんですけど、やっぱりねなんかパプリカ乗せると綺麗。うん、では完成したこちらのねバーニャカウダ食べてみたいと思います。このねソースがどんな感じになってるのかね楽しみなんですけど、じゃあまずはねこちらパプリカで食べてみましょう。赤パプリカ、じゃあいただきます。うん、うまい。お店みたい。マヨネーズめちゃめちゃ入れたから大丈夫かなって心配だったんですけど、すごい美味しくできてますね。はい、ということで今日はこちらバーニャカウダを作っていきました。非常にね簡単にできて美味しい。ぜひね皆さんも作ってみてください。でね今回ご紹介した冷蔵庫、東芝の冷蔵庫なんですけど、僕もね普段からね東芝の冷蔵庫使ってるから言わせていただきますけど、非常にいいです。特に、野菜室が真ん中にあるのがね非常にいいです。はい、ぜひね皆さんもね動画概要欄にあるので詳細チェックしてみてください。ということで皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上マスオ TV でした。バイバーイ。